どうも、シュンス TV です。皆さん、前回の放送を見てくれた人はわかると思うんですけど、アルのトイバーンの社長のアルがめちゃめちゃ怒ってて、僕がおもちゃを盗んだんじゃないかと。で、そのアルが自分の社員さんの小西さんっていう人を送り込んできたんですけど、その小西さんがうちんちに来て、そしてなんとあれから1日経ったんですけど、今でも僕の家の目の前に小西さんいるんですよ。もうね、朝起きて僕びっくりしました。まだいんのかって。ちょっと見てみたいと思います。いや、小西さんね、まだいたんすよ。さっき覗いた時ね、ちょっとまだいて、ちょっと見てみましょうかね。ちょっと待って、本当に、いや、一日中って、ちょっと、いや、本当にやばい、マジでやばいと思いますよ。サイコパスすぎるでしょ。ちょっとあるのトイバーンのちょっと社長、マジどうにかしても、どういうことですよ。本当に俺盗んでないんですけどね。皆さん、どうしたらいいと思いますか？僕、おもちゃ盗まれたって疑われてるんですよ。しかもその小西さん、ずっとしぶとくて、ずっと家の目の前にいて。チャイムの音聞こえました？インターホン越しですけど、ちょっと喋ってなんとか説得したいと思います。いや、確実にね、今もうチャイム鳴らされましたからね。もうちょっと、なんとしてでも説得したいと思います、小西さんを。やっぱりまた来たか。もう一日中ですからね。ちょっと出てみましょうね。はい、何ですか？開けてください。あの、小西さん、ちょっとさすがに一日中って体力もきついでしょうから。開けてください。いや、あの、本当に僕盗んでないんで。鍵さえ開けていただければ大丈夫なんで、開けてください。いや、本当にちょっと小西さん、ちょっともう一回。許しませんよ、返してください。いや、ちょっと鍵なんて開けるわけないじゃないですか、そんな状態で。開けてくださればいいんです。開けてください。いや、ちょっともういいです。ちょっと僕もう部屋戻りますね。大変なことになりますよ。ダメだ、しぶとい。あるのトイバーンの社長の弟子の小西さんはめっちゃしつこいので、もうこっちも何か対策を練るしかないですね。トイストーリールームに行って作戦を考えたいと思います。いやー、俺本当にね、ウッディ、ジェシー、ブルーズアイ盗んでないんですけど、本当にね、あるのトイバーンから僕が盗んだって思われてるのでね。まあ、そもそも僕プロスペクター普通に欲しいんですけどね。いやー、まさかこの3体がめちゃめちゃ貴重だったとは。いやー、皆さん、なんかアルのトイバーンの小西さんがめちゃめちゃしぶといんですよ。もうずっと家の目の前にいて、丸一日中ですよ。もうね、やばいでしょ。とりあえず皆さんが安全だったら僕は大丈夫ですので、そして皆さん、いろいろ作戦を考えないとまずいですね。もうこのままだったら本当に家の中に入ってきかねないので、マジでやばいと思うんですよ。皆さん、あとはもうここまで来ると体力との勝負ですね。僕は家の中にいるので、小西さんよりも体力の消耗は激しくないので、僕は家でゆっくりと過ごしていて、あとは外でずっと立ってる小西さんが疲れて家に帰るのを待ちたいと思います。それにしてもね、ちょっと待ってください。今ガチャンって音聞こえました？玄関開ける音？いや、鍵閉まってますから。いや、ありえないですよね。これ待って、もし本当に入ってきてたらマジでヤバくないですか？ウッディたち取られるってことですよね。いや、それはマジでさせない、マジでさせない。でも入ってきてる可能性あるので、ちょっと今ノックの音聞こえました？いや、部屋の前まで来てるかもしれません。これマジでやばい。っていうか、鍵閉まってんのにどうやって入ってきたの？鍵誰が開けたの？ちょっと一回、ちょっとノックされたので出てみたいと思います。いやー、確実にノックの音聞こえましたからね。それにしても、僕盗んでないのでね、自分で買ったウッディたちなので絶対に守りたいと思います。だから安心してくださいね。
いやー、でも本当にいいのかな。でも鍵閉まってるから絶対入ってこれないはずなんですよね。でもノックの音聞こえたんだよな。ちょっと見てみましょうかね。まさかな。そうでしょ。うわわ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 、マジか。ちょっとどうやって入ってきたんですか。しゅんさん、はい、あなたたちが開けてくれたんじゃないですか。いや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 、開けてない開けてない開けてない。ちょっとどういうこと、どうやって入ったんですか。しゅんさん、はい、あなたたちのおもちゃの中に私たちの仲間がいたんですよ。嘘でしょ。ちょっと待って、こん中にアルの仲間がいる、そんなわけないじゃないですか。しゅんさん、はい、ちゃんと人形たちを見てあげてくださいよ。いや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 、全部僕の仲間たちですよ。そんなアルの仲間がいるとは僕は思ってません。しゅんさん、はい、返してもらいますよ。いや、ちょっとやめてください。本当にこれ僕のおもちゃなんですよ。本当に私たちのウッディです。いや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 、ちょっとマジか。ウッディ、ジェシー、ブルズアイ、ちょっと返してもらいます。いや、ちょっと、あ、すいません、コニーさん。あと、そうだな、あ、これだ、ジェニーちゃん、これもあげますよ。ママ、よかった、ジェニーちゃん瞬間移動してくれた。お、よかった。ウッディたち助けることができた。ジェニーちゃん、戻ってこい、ジェニーちゃん。ママ。おお、ジェニーちゃん、戻ってきた。よかった。よかった、よかった。本当によかった。ジェニーちゃん、ありがとう。瞬間移動で、小西さんをどっかにやってくれて。そして、皆さん、よかった。なんとか守り抜くことができましたよ。皆さん、よかった。ジェニーちゃんが瞬間移動で小西さんをどっか遠くにやってくれました。もうこれでね、大丈夫だと思いますので。それにしても小西さんのあの言葉気になりますね。僕のおもちゃの誰かがアルの味方でドアの鍵を開けてくれたって。でも確かに誰かが鍵開けなきゃ入れないですからね。あの言葉がすんごい気になりましたけど、でも僕はそんなことないと思います。僕のおもちゃはみんな僕の仲間です。アルの仲間なんているはずがありませんからね。なので僕は引き続きおもちゃたちを守りたいと思います。もうこれできっと小西さんは諦めてくれたと僕は思ってますので。でもあんだけしぶとい性格ですから、また来るかもしれないので気をつけたいと思います。ではまたお会いしましょう。さようなら。もうアルのトイバーン怖いよ。これ以上攻めてこないで。ステンチーの質問コーナー、ステンチーに質問です。ステンチーはリンゴちゃんのリンゴ星みたいにステンチーの世界があるんですか。僕たち呪いの人形に自分たちの世界はありません。シュンさんが作ってくれたから今は立派なおもちゃです。ステンチーに質問です。ステンチーはポリスステンチーみたいに警察になりたいですか。警察になりたいとは思わないけど勇気が出せるようになりたいな。ステンチーに行かせてザーグみたいにしたらどうですか。ちょっと待って、小西さんとかアルが僕を攻撃してきたら僕痛いしやだよ。ステンチーとポリスステンチーに質問です。アルや小西さんについてどう思いますか。とっても怖いよ。だって僕たち何も悪いことしてないじゃん。わーん。私はアルや小西さんはベンソンたちに騙されてるだけなので早く目を覚ましてほしいですね。ポリスステンチーの質問コーナー、ポリスステンチーに質問です。ベンソンがギャビーギャビーとザーグを壊したらどうしますか。絶対に許せませんね。今はギャビーギャビーもザーグもとっても優しい心なのでそんなことはさせません。逆にアルがアンディからウッディを取ったことを突きつければいいと思います。
何？アルはウッディを盗んだんですか？それを教えてくれてありがとうございます。じゃあアルもとっても悪いやつですね。あとは小西さんに目を覚ましてもらわなきゃですね。皆さん、アルやベンソンが攻めてきても私に任せてください。また必ず見てくださいね。さまよう。